今朝6時半に起きました。ありません。今日は何も嘘ついてません。愛ですか。おー、愛、答えのないものですね。あー、しょっちゅうあります。人が周りに集ってくれてる時と、人が何の見返りもなく僕に尽くしてくれてる時ですね。電話、妻と母。正しい行い、僕はすごく命って大事なもんだと思ってるんで、蚊とかを殺したりしても、それはゴミ箱に捨てずにいつも土に埋めます、僕は。はい、あります。僕はプロダクトデザイナーなので、自分が作った椅子とか家具がやっぱり使っている人を見た時に良かったなと思いますね。自分の作ったものが社会に役立っていて。はい、財布は多分3万円ぐらいですね。これからの夢は、夢だった先生、教員になれたので、その教員として学生にちゃんと教えたいデザインというのを自分が社会で実践していくということですね。正しく生きる、自分自身を生かして生きていくこと、自分自身を生かして生きていくことっていうのは自分に与えられた最大の責任だと僕は思ってます。なので、自分自身をちゃんと自分で生かして社会に役立てる人間になるように生きていくこと、それは正しく生きるということだと僕は思っております。はい、正しく生きようとしているけれども、まだ道半ばですね。はい、世界を終わらせよう。